薬を使わないものについてエビデンスのある高いものをですね提供していくのかといったところが非常に重要になります。今年度から開講されましたヘルスケアデザイン科目群というのがございまして、そちらの方を担当しております。三重大学の方におよそ7年ぐらいですね認証医療学講座と言われる講座におりました。で、もともと私自身は音楽の研究をしていて、でその後認知神経科学の研究になっています。特に非薬物療法ですね、例えばですけれども認知症の方々の進行抑制をしたりとかですね、病院等で音楽療法を実施させていただいたりとか、病院から出たですね地域において音楽体操などの研究をさせていただいて、で特に私の分野としてはですね認知神経科学になりますので、脳機能イメージングを使った研究になります。お薬を使ったもの以外のところを重点的にですね本校では教えていきたいと思っております。例えば認知症になりますと、薬は飲んでいただきながら他の部分でですねその進行抑制をするっていうところが非常に重要になっていて、で例えば音楽であるとか、もしくはですねいろいろな回想法と言われる方法があるんですけれども、そのような薬を使わないものについてエビデンスのある高いものをですね提供していくのかといったところが非常に重要になります。お薬と違って非薬物療法ですと、やればいいやみたいなですねところが多々あるんですね。ただやはりせっかくその時間をですね費やしていただくといったところから、より効果的なものっていうものをですねやはり科学的に検証して提供すべきだというふうに考えております。音楽療法に関してはいくつかの方法があります。例えば受動的な音楽療法といった場合には、音楽を聞いていただいて、いわゆるリラックス等をしていただいたりとか、もしくは30代40代の頃に非常に流行っていた楽曲を聞いていただいて、その時のことを思い出していただく。そうすることで、記憶が蘇ったりとか、気分的にもですねその時の高揚感みたいなのが非常に活性化されるというふうに言われています。あともう一方で、能動的な音楽療法というのもありまして、実際に楽器を使ったりとかですね、音楽自身をですね自ら演奏を通していただくといった方法があります。疾患においては治らない病気というのも多々ありますので、そこについてのアプローチといったところを考えております。で非薬物療法というのはもちろんですけれども、その地域においてどういったですね活動をすることができるのかといったところについて、その町づくりの観点からですね考えていって、認知症の方々が住みやすいようなですね町づくりっていうところへのですね、研究等も一緒に進めさせていただいております。やはりデザインでですねいろいろなこと、もの、特に医療とか福祉の分野において非常に変われる分野だと思っていますし、まだまだ発展途上の分野だと思っています。健康というのは非常に人にとって重要ですし、人生においていろいろ波があると思います。でそういった時にきちっと疾患を学んでいただいて、でそこからデザインへどう発展させていくのかといったところは本コースのですね強みになると思いますので、そういったところについてご興味ある方、特にものづくりだけではなくてことづくりとしてもですねご興味ある方はぜひですね来ていただきたいと思います。